敵で美しいレディーたち、私の貴重席号へようこそ。さあさあおかけになってください。じっくりと話し合おうではありませんか。二人のレディの乗船を心から歓迎しますぞ。こちらの不手際のせいで外で長らくお待たせしてしまいましたかな。そんなことありませんわ、オーディさん。こうしてお会いできて光栄です。ご存知ないかもしれませんが、オーディアルファルファデンは戦略投資部に入った社員の必読書なんですよ。何しろあなたは一人でピノコニーの経済システムを支える。さすがは戦略投資部の銃の責任。お二人とも話術に長けているようだ。私は賢い人と話すのが好きでしてね。形式的なことや表面的なことは省いて、早速本題に入りましょう。今回こうしてカンパニーの代表を船に招いたわけですが、私が何について話し合いたいのか、お二人も見当がついているのではありませんか。ピノコニーの未来。私の推測が間違っていなければ、それについて話し合いたいのでしょう。はっはっは。ここに来なかった金髪の若者を例にとってみましょうか。彼は大変な労力を費やして自らの命すら危険にさらしました。一体何のために。それはカンパニーがアスデナといううまみのある場所を再び手に入れるきっかけを作るためではないのですか。ビジネス界で15白期にもわたって積み上げてきた経験と知恵はやはり本物ですね。オーディさん、あなたの今の推測が真実だとして、そのカンパニーの一手にどのように対応されるおつもりで。あなたは素晴らしく肝が据わっていますな、ジェイドさん。しかしピノコニーのことはまだ十分に理解されていないようだ。貪欲な狼たちを前に座して死を待つつもりはありませんぞ。どうぞ続けてください。では単刀直入に言いましょう。今回正式な会談の前にお二人と会うことにしたのは、ピノコニーをきっぱり諦めるよう戦略投資部を説得するためです。ここで手を引けば
あなたたちも対面を保てる。そして大きな交渉のテーブルでカンパニーの面目を失うこともない。 P45 の幹部が無境の中で襲撃され命を落としかけた以上、カンパニーとしてはそれを見過ごすことはできません。さらに調和セレモニー期間中の騒動、一般人のピノコニーに対する信用はかつてないほどまでに下がっています。あなたがいくら強硬な姿勢を取ろうと、現実的な問題は依然として存在している。違いますか？トーパーズさん、今現実的な問題という言葉を使われましたが、忘れないでいただきたい。ここは夢の世界だということ。ここで成功を収めるには壮大なアイデアを持ち、野心的でなければならないのです。この危機に私がどう対処するか知りたいですか？構いません、教えて差し上げましょう。ピノコニーは私の手によって大きな一歩を踏み出す。さあ、宇宙で自主上場するのです。自主上場？それはつまりカンパニーを介さずに全宇宙に向けて株式公開するということですか？その通り。ピノコニーが少しずつ蝕まれていく様子を黙って見ているくらいなら、美しい夢の扉を全宇宙に向けて開放した方がマシですから。この銀河にいる志ある者は今日から誰でも夢の地の株主になれる。これが私の貫く調和の道なのです。この改革はもっと早くに行われるべきだったのですが、秩序にとらわれた奥家は融通が効かなくてね。その名の通り、木のように硬直した彼らの思考は私のような老いぼれにも及びません。ですが先日のちょっとした騒動のおかげで、私の改革を阻んでいた最大の障害も消え去りました。ルーサンクは美しい夢の楽園の決算書を全宇宙に公開します。たとえ災いを経験しても、ピノコニーは依然としてポテンシャルとチャンスに満ちている。そしてファミリーも未来に自信を持っていますから。ピンチはチャンスでもある。あなたはずっと待っていたのですね。ピノコニーが再び人々の注目の的になるその時を。この機会を利用してピノコニーが難局を乗り越えられたとしたら、後からカンパニーが介入しようとしたところで、私たちの一挙手一投足は多くの人の目にさらされることになる。
ジェイドさん、あなたは本当に私の伝記を熟読しているようだ。では、次の一手はどうすればいいのか、よく考えてみてください。ここまで膨大な情報となると、消化するのにも少し時間がかかりますね。オーディさん、会談の前半戦はここまでにしましょう。少しの間、トパーズと二人で協議させてください。その後改めてカンパニーを代表して返答させていただければと思います。もちろん構いませんとも。どうぞご自由になさってください。ルーサン家がカンパニーと会談を。あのカンパニーの使者からの情報だ。彼は形式的なものだと言っていた。まあ無理もないだろう。今のピノコニーはかつての辺境の監獄のようだからな。外では民衆や銀河の勢力が虎視眈々と狙っていて、うちでは秩序の影が水面下でうごめいている。腹背に敵を抱えるよりも一歩引いてカンパニーを交渉のテーブルに招いた方がいい。表向きは協力としているが、実際には自分たちが生き残るためのチャンスを求めているんだ。請求列車に仲裁を頼んでくるのも納得だな。ベルトさんの考えでは、俺たちはどちらの側に立つべきだと思う？俺は調和が完全なる被害者だとは思わない。どんな理由であれ、彼らは事態を静かに収束させたいと強く願っている。それを考えると、その理由には何か裏があるのではと疑わざるを得ない。ファミリーかカンパニーのどちらかが完全にピノコニーの実権を握ることになれば、ここはまた道楽にまみれた美しい夢に戻るだろう。そうなれば過去の七死人の努力はまたしても水の泡になってしまう。あ、来たか。よく休めたか。ぐっすり寝ていたから邪魔しないでおいたぞ。どんなに長い夢だろうと、目覚めの時は訪れるものだ。ピノコニーでの俺たちの冒険も終わりに近づいている。エナの夢がついえた後、モントール星系にいるファミリーが風の噂を聞きつけて現れ、すぐに現場をコントロール下に置いたんだ。オーク家のほとんどのメンバーは意識を失ったが、幸い命に別状はなかった。全ての陰謀の首謀者は全夢の主のゴフェルとされていたが、俺たちが到着した時には彼はすでに亡くなっていた。彼には裁判が待っている。それ以上のことはファミリーも明かそうとしない。結局一般の人は、調和セレモニーは悪の勢力に襲撃されて、
ファミリーは美しい夢を守る責任を果たさなかったとしか思ってないから、ファミリーの信用はガタ落ちしてるってことだよね。事実とは違うけど、影響を最小限に抑えられたとは言えるのかも。結局のところ、誰が覚醒してて誰が寝たふりをしているのかはわからない。彼らは途方に暮れると目を覚まして、危険が去るとまた夢の中に戻るんだよ。開拓の輝きを3倍あんたたちに敬意を表してね。また会えて嬉しいよ。でも再会の後にはお別れが待ってるかもしれない。請求列車はいつピノコニーを離れる予定なの？もうしばらくはいるつもりだ。まあそれほど長くはならないだろうが。じゃあこれが最後のお別れになるかもしれないってこと？だとしたら何か物足りない感じがする。音楽？雰囲気？ああ、特別なカクテルかも。この場にいない人たちに捧げるためのね。このカクテルは荘厳で厳粛で、それでいて唯一無二であるべきだ。だってあの英雄たちを記念するためのものなんだから。地下に眠る七死人、そしてギャラガーを。今回の開拓の旅は危険が多かったが、とても思い出深いものとなった。理想と執着、覚醒と夢、そこから未来のための教訓を汲み取れるといいんだが。信じられないかもしれないが、果てしない夢の中で俺は故郷に戻り、ずっと離れ離れになっていた友人と再会することができたんだ。そしていくつかの特殊な理由でヨミさんを思い出した。その後自分の記憶に彼女の結末が残っていないことに気づいて、俺は辛い事実を悟った。ファミリーがピノコニーに地盤を築いて以来、秩序の残党はずっとオーク家を隠れ蓑として潜伏していた。そして性格の力を使って美しい夢への支配を強め続け、最終的に大きな災いを招くことになった。それがファミリーの言い分だ。まあファミリーが本当に最初から最後まで何も知らなかったかどうかについてはまた別の問題だが。アベンチュリンさんのしたことは結果としてカンパニーが交渉のテーブルにつく権利を得ることにつながった。だから今さらに高い役職の使者がピノコニーを訪れ、
ファミリーと争っている。ピノコニーが昔と同じ鉄を踏まないようにするためにも、カンパニーは請求列車にとって交渉のテーブルでは欠かせない助っ人になるだろう。大地を思う鳥と空に憧れる鳥、ロビンさんは兄の願いを自らの手で阻止したが、彼を見捨てることはないだろう。だが調和による懲罰は避けられない。彼を待ち受けているのは裁判だ。詳細についてはファミリーも多くを明かそうとはしない。旅が終わりに近づくといつも少し寂しくなる。俺たちにできるのはできるだけハッピーエンドに近い結末に導くことだけだ。開拓の旅で乗客全員が一緒に列車から降りることは滅多にないが、ピノコニーにはそうするだけの意味があったな。車掌がいるからしばらくは問題ない。だが早く戻って七死人たちの消息を伝えてやった方がいいだろう。列車が次々と無数の駅をたどっていく夢を見た。乗車してくる者もいれば去っていく者もいたが、俺たち5人はずっと一緒で、その旅は永遠に終わらないように思えた。それが俺の心の奥底にある願いなのかもしれない。そう自覚した時、それが現実ではないことが分かったんだ。前に言ったように開拓の旅は先が長い。準備が整ったら次の駅に向かおう。カクテルの準備はできた？さあ、この前店で会ったきりギャラガーには会ってないんだ。思い返してみると彼はいつもひっそりとやってきてひっそりと帰っていってたんだよね。このカウンターで私たちはどんなことでも話した。ただ今は少し予感がするんだ。もしかしたら彼はもう自分の願いを果たしてここには戻ってこないんじゃないかって。始める前にあんたの仲間と話してきたら？どうせ私たちにはたっぷり時間があるんだから。そう？じゃああんたの言う通りにしようか。作るドリンクについてはだいたい考えてあるの。苦いのにするか甘いのにするか、今この瞬間のあんたの気分にはどっちの味の方が合ってるかな。夢は長く苦は短し、苦味があって酸っぱくて渋い、まるで残酷な現実のよう。このバーで一番人気のないドリンクだ。悪くない選択だね。早速作るとしようか。言葉はいつも物足りない。もし過去の出来事に終止符を打ちたいならこのバーでカクテルを作るのが一番いい方法だよ。全ての思い出と感情を一緒に注ぎよく混ぜ合わせ
時間のフィルターに通すと、グラスの中に残るのは味わい深いものだけになるの。よし、できた。地下に眠る七死人たち、そして私の友人ギャラガーに敬意を表して。死はとても苦い事実だけど、あんたたちが捧げたものは全て歴史に記される。外の世界に受け入れられなかったからこそ、私たちはここに集まった。いつの日か私たちの魂が同じ場所に帰ることを願って。乾杯。もう行くの？じゃあこれも持って行って。この最後のドリンクは特別に多めに作ったの。過去は煙のように消えるけど、これでピノコニーの味を思い出してくれたら嬉しい。ありがとう。きっと忘れられない味になるだろう。もしギャラガーに会えたら、彼にも一杯飲ませてやって。あの人の好みにも合わせてるから、きっと気に入ると思う。さあ、おしゃべりはここまで。あんたたちにはまだ仕事があるんだから、これ以上悲しい空気にはしないように。請求列車もピノコニーもこれから長い道のりが待ってるんだから、気を引き締めていかないと。さあ、それぞれの明日に向かって進んでいこう。オーディ、本当に厄介ですね。ピノコニー存亡の危機にまさか上場という手を使ってくるとは思いませんでした。ええ、なかなか度胸があるわね。だからこそ今日のオーディ・アルファルファになれたんでしょうけど、でも勝利の天秤はまだどちらにも傾いていないわ。はい、あちらは承諾してくれました。ただ到着にはもう少し時間がかかるそうです。その方が好都合だわ。飴は無知の後に出すべきだもの。今回は合間理論の段階が省略されそうですね。貪欲な商人が相手なんだから仕方ないでしょ。半端な味のリンゴじゃ問題は解決できない。この言葉は私にも当てはまるかもしれないわね。ところで少し気になってたんだけど、トパーズ、あなたから見てピノコニーは優良な資産だと思う？信用力と利益率が高く、将来性もある。今回の災いを経てもピノコニーは依然として銀河でトップクラスの優良資産です。ええ、そうね。でもあなたの感覚からしたら、このプロジェクトは少し退屈かと思ったんだけど。そうですね。アベンチュリンが私を引き込まなければここには来なかったかもしれません。あなたは彼を信頼しているものね。私たちにとっては命にも等しい奇跡を彼に託して。それはジェイドさんも同じでしょ。私たちがコールしなかったら、あなたの翡翠をあれほど順調にピノコニーに持ち込むことも、美しい夢の欲望を収め交渉のチップを勝ち取ることもできなかった。だから私も喜んで自分の王玉を差し出したんです。本
当に凄まじい計画でしたね。アベンチュリンが心を決めた以上、誰にも止めることはできない。たとえ運命だろうとね。少なくとも彼は今も生きている。少し話が脱線してしまいましたね。ジェイドさん、私たちは今後の戦略について話し合うべきなのでは？その必要はないわ。中には私一人で入るから。あなたはゲストを迎えに行って、そのまま私の指示を待っていてちょうだい。わかりました。あれはロビンさん、彼女も機長席号にいたのね。